どうも、ノスケです。今回は、日本の受験というシステムが、もう世の中にちょっとついていけなくなってるよ、ということについてお話ししていきます。というのも、あの、だからと言って、あの、勉強するのをやめろというわけじゃないんですよ。もちろん勉強することは大事だし、自分の頭で考えることは重要なんですよね。ただ、 あのもう皆さんもご存知の通り知識量とかで言ったら Google とかチャット GPT とかまあ高性能な AI とかまあインターネットの情報網の方が僕たちのち,ちっちゃな飲み店よりも圧倒的にたくさんの情報を持ってるわけなんですよね。にもかかわらず何年に何がありましたみたいなこととかを詰め込んで頭の中に入れたとしてもそれって社会に出て何の役に立つんですかって話なんですよね。 だから今後はそのこ世の中に普及しているテクノロジーまあそれこそ電卓みたいなローテクなものでもいいんですけどとかチャット g p t みたいな AI だったりとかっていうのを使って世の中にどういうことをどういう役割を与えていくかっていう何かを作り出すことに対して、まあ、自分の人生の労力だったり時間だったり思考だったりを使っていかなきゃいけないよっていう話なんですよね。 その今の日本の学校教育って言われたことをあのまあ数学の公式だったりとか自分の頭の中にどんどんぶち込んでいってであの受験が終わりましたら忘れていくような生活というかあのまあ勉強方法をしてるじゃないですかもちろん与えられた期間で与えられた情報をちゃんと覚えてそれをまあテストとかで発揮するっていう能力が鍛えておいて損はないですよただそもに日本のなんかまあ経済というか日本の,その働き方っていうのは世界から遅れてるっていうのを皆さんもなんとなくご存知ですよね その言われたことを言われた期間に文句も言わずに淡々とこなすっていう教育を僕たちはされてきたんですよ。まあそもそもが日本の学校っていうのはそのまあ上司に言われたことを有無を言わさず行動する兵隊を作るために作られた期間なんですよね。だから個性はどんどん排除されるし周りと同じことをするっていうのが正しいっていうふうに僕たちあの教え込まれてこの狭い同調圧力の強い島国を育ってきたわけなんですけど。 ただこの変化の激しい現代社会その周りと同じことをしまくってたら結局周りから抜きん出ることはできなくて。 あの取って変わられるようなことしかできなくなっちゃうんですよね。で取って変わられる取って変えることができるようなあの誰にでもあの会が聞くような仕事しかできなかったら、そんな単純な仕事って結局 AI とか機械とかに奪われていくわけなんですよね。だから結局食いぶちがなくなっていくわけなんですよ。でまあ僕別の動画とかでもベーシックインカムがまあ将来を導入されるでしょうっていうような話はしてるんですけど、でまああのだからこそクリエイティブな仕事機械には取って変わることができないようなものを生み出せることができる人たち一,一部の人たちには自分の力で稼ぐことは できてそうじゃない人たちっていうのは、まあ、ベーシックインカムなりその基本的なあの最低限のお金生きていくために最低限のお金でそして最低限のまあ要するに僕たち大抵の社畜の人たちっていうのは朝から晩まで働いてめちゃくちゃ安い給料もらってるじゃないですか、まあ、仕事しなくていいから代わりにそれと同じぐらいのお金をあげます。だからあのまあ まあ、めんどくさい仕事だったりとか、単純労働とか、機械とかに任して、あの、自由気ままに決められたお金の中で過ごしてくださいね。それ以上のお金が欲しかったら、自分で何か生み出してくださいねっていうような社会に、まあ、ゆくゆくはなっていくんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。僕、いろんな、いろあの未来予測の本とか読んできた中で、自分の今のところの結論なんですけど、とはいえ、そんな未来が来るのって、まあ、少なくとも5年後みたいにそんなすぐじゃないだろうし、10年後とか20年後、下手したら30年後とかかもしれないですよね。で、あの、まあ、 その人に言われたことしかできないだったりとかその与えられた情報をただアウトプットするみたいなその機械でもできるようなことしか僕たちしていない状態が続くとだったら断然あの機械の方があの人間よりももうあの。 まあ単純作業だったりとか情報処理だったりとか早いし人件費も安いしあのコストも全然かからないしあの不眠不休でずっと文句も言わずに働いてくれるからじゃあ機械に頼るよねって話なんですよね、まあ、ビルとかショッピングモールとかの警備員もどんどんロボットになってってるじゃないですかとかまあ飲食店とかの配膳サービスとかもあのどんどんロボットがやってくれるようになってるじゃないですかホテルの受付とかもなんかロボットがやってくれるようになってるじゃないですか もともとロボットってあのチェコ語で「退屈な」とか「面倒な」っていう意味らしいんですけどだから面倒な退屈な人間がやりたくないっていうふうな思ってることを機械が肩代わりしてくれるっていうふうに考えたらロボットは別に悪いものじゃない,んないのではないかなっていうふうに僕個人としては思うんですけどまあ結局何が言いたいのかっていうと今の日本の教育の,そのなんか言われたことだけをいいダクダクに従ってあのまあ言われたことだけをこなしていくっていうような生き方をしているとまあなんか言われた 範囲の勉強をして、そして言われたことだけをこなすっていう、まあそういう生き方をしていくと、結局今までたくさん学生の頃から出世競争とか熾烈な、あの、まあ学歴争いとかに勝ち残ってきたのに、え、こんな仕事しかないのっていうような可能性が非常に高い現代社会になっちゃってるわけなんですよね。もちろんだからといって勉強するなというわけじゃないんですよ。勉強すべきだと思うし、大助別に対していい学校出てるわけじゃないんですよ。だから、あの、一生懸命勉強してる人たちに対して羨ましいと思うし、尊敬してるし、彼らみたいにはなりたいなっていうふうに思うんですよね。 とはいえ、皆さんの子供たちが、あの将来、そのなんだろう、あの、まあ、世界に、まあ、世界から見たら全く役に立たないような知識を、その学校でずっと十何年間教え込まれる続けるって嫌じゃないですか。自分の子供の将来を、そんな期間に預けたいですかって話じゃないですか。 だからこそ、日頃から、ま、本を読んだり、自分の考えを整理したり、マインドマップにまとめるだったりとか、あの、なんか友達に話すだったりとか、なんか僕みたいになんか SNS で情報発信するでもなんでもいいんですけど、自分の頭で考える習慣を作っておかないと、そもそもこれって必要あるのっていうふうに、クリティカルな考え方を持っておかないと、 批判的な、その前提を疑うっていうような考え方を持っておかないと、まあ時代に取り残されちゃうよねっていうことと、そして、まあ僕、これまで最近、あの、めちゃくちゃドハマりしてるチャット g p t っていうその最強の、まあ Google の検索エンジンを超えるような、あの、まああの、AI があるんですけど、聞いたら何でもわかりやすく答えてくれる AI が、AI があるんですよね。しかもあの、あの、使用料無料の。で、 こんな道具があるんだったら、わざわざ自分の頭に詰め込まなくても、わからないことがあったら、その度に調べれば、調べればいいわけなんですよね。で、フィンランドって、あの、北欧の方にある国なんですけど、まあ、あの、世界の中でも幸福度もトップクラスだし、学力もの水準もめちゃくちゃ高いんですよね。で、彼らはどういう教育をしてるのかっていうと、まあ、自然に触れるだったりとか、運動するだったりとか、教科の垣根を超える、例えば、あの、図工とか数学とかの、あのか、なんか、あの、概念がなくて、概念というか、あの、科目がなくて、例えば、 みんなで、あの、お外で、あの、自然の葉っぱとかを探しに行きましょう、あの、なんか、なんだろう、フクロウの生態を調べましょうと、動物のフクロウの生態を調べましたと、で、あの、森の中を散歩しに行きましょう、つってで、あの、子供たちが葉っぱ集めて、で、なんか、画用紙かなんかにその葉っぱを、なんか、ペタペタ貼って、フクロウを作るみたいな、で、そんな発表会するみたいな風に、体を動かすだったり、自然に触れるだったりとか、動物について学ぶ、そして、その動物を自分たちに再現してみるみたいな風に、いろんな垣根を越えて、まあ、マルチモーダルっていう風に言うんですけど、人間の様々な感覚を同時にし 刺激すすするると物事をを立体的に捉えてよりり、まあ、思い出,す思い出すトリガーを作りやすくなるんですよねだから効率的に学習できるよっていう方法がマルチモーダルなんですけどあの、まあ、フィンランドはそういう学習方法を取り入れてるんですよねとかスウェーデンもなんですけど他にもあの、まあ、に日本の数学とか算数って公式を覚えるのに大半の授業の時間を使ってるわけなんですけどもう関数電卓とか,その分かりその計算能力を高めるような方法を まあ人間の H を人間の H がたくさんあるわけなんですよね。だからゼロからその物事を計算するんじゃなくて、この電卓とか道具を使ってその先に何を作るのかっていうことを数学の授業とかでも実践してるらしいんですよ。で、チャット GPT も。 結局その,あの素晴らしいい文章を書いてくれるわけなんですよねあの何文字以内でこういうことを教えてみたいな風に言ったら書いてくれるからその論文とかその学生の論文とかもねめちゃくちゃ分かりやすく書いてくれるわけなんですよ、まあ、だからその、まあ、アメリカとかだったらそのチャット GPT を使ってないかっていうようなあのあのチェックとかも入るようになるらしいんですけど要するにもう。 あの機械に頼った方が、まあ、ウェブライあの副業のウェブライターはどんどんなくなっていくだろうなっていうふうに僕個人として思うんですけどだから僕副業でウェブライティングやってるからもう戦々恐々としてるんですけどあの、まあ、人間よりもあの優れた能力をもう機械とか AI はかあの手に入れてるわけなんですよねあの将棋とか囲碁だって AI の方が強いわけじゃないですか人類よりものこれからどれだけ頑張ったところでその AI とかにはか知識量で勝てるはずないんですよ、ね、計算能力とかで勝てるはずがないんですよね だからそのめちゃくちゃゃゃく強いいいい武器ををどううやっっってててて使ここなななすすのののかとろに焦点を当てるべきじゃないのって話なんですよその人間の H でそのドローンのあのなんか銃,銃つけたドローンだったり核爆弾とかだってああのまあ、いろんな戦争兵器ができてるわけじゃないですかそれに対して人間が素手一本でかなうかっていうと絶対かなわないじゃないですかアベンジャーズじゃないんだからもちろんそれらの道具をちゃんと使いこなすために自分の肉体とか能力とかを高めておくことは必須だけど。 だけどというか大事なんですよねだから僕たちができることっていうのはもう科学技術はどんどん進歩していきますとあの人間の実力を超えた様々なことができるようになってきましたと人工の培養肉だってできるようになってきたとか 3D プリンター家庭用の 3D プリンターが普及したらなんかもう家でオーダーメイドの服とかも瞬時に作れるようになりますとかいろんな科学技術が出てるんですよねでそんな技術になんか恐れるんじゃなくてこれを使って生活をとか僕たちのなんか社会を豊かにできないかなっていうふうに何か作っていく方向この物事を利用して何かクリエイティブに創作 活動していくことっていうのが今後の、まあ、人間社会の中で重要視されていく考え方なんじゃないのかなっていうふうに思うのでもちろん勉強すること知識を蓄えること基礎教養を身につけることは大事だけど全部隅から隅まで暗記するんじゃなくて何かいろいろ聞いたら教えてくれる機会があるんだからそれらの使い方を覚えて。 人生の時間っていうのは有限なんだから限りがあるんだからもっといろんなことにその視野を広げていろんな行動をしていくっていうことが僕たちがこの変化の激しい現代社会を生き残っていく上で重要なことなんじゃないのかなっていうふうに僕は勝手に考えてるんですけど皆様どう、皆さんはどういうふうに考えて、あの、どういうふうに思いますかというのをぜひコメント欄で教えてほしいなというふうに思います。 ま、結局、そのいろんな科学技術の進歩もあるけど、自転車とか、まあ、自動車とか包丁と一緒なんですよね。自動車も最初出た時は便利だけどすげえ怖いねっていう風になったじゃないですか。というか包丁とか自動車も使い方次第で人間の生活をめちゃくちゃ便利にしてますけど、使い方を間違えたら簡単に人を傷つけますよね。と同じなんですよ。新しい技術、人間の脳って変化を嫌うから、新しい技術とか自分の知らない言葉とかできたら、すごい虚偽反応を起こしちゃうんですけど、とはいえ、 もう時代の流れれは誰だって止められないんですよインターネットがない社会なんて今更そのなんか人類が全員滅亡しない限りあのほ,ほとんど起こりえないわけなんですよねだからもう時代の波っていうのはもう大きく荒れ狂ってますと動き出してますとだからこのもうせっかく時代が変わってきてるんだったらもう諦めてその時代の波にさらわれて海の木図となるんじゃなくてあのせっかくだからサーフィン技術を身につけてこのすさまじいビッグウェーブの上に乗ってあのなんかそこから見える景色見たくないっていうような話なんですよね だから。 日頃からなぜどうしてっていうふうに考えたりとかそもそもこれ必要あるのだったりとかいろんな視点で物事を考えていくだったり自分の頭で新しいものを生み出していくっていうような思考方法が僕たちの人生を今後これからもあの助けてくれるんじゃないのかなというふうにあの思うのであの一緒にあの切磋琢磨というかあのなんか自己計算をし合っていきましょうということをお話ししたかったしそしてそんなことを言っている手前「大之助はなかなかクリエイティブだよね」とか「自分の頭で考えてるよね」っていうふうに、まあ、皆さんにあの説得力をちょっとでも高めたいからこれからも 僕は自分磨きを続けていきたいなっていうふうに思います。ということで今回は以上。